市場通行差点より南を見る、六車線市場上がるより北を見る、自転車レーンもあり、歩道も広い七条堀川堀川にかかる一条、戻り橋堀川通りは、京都市の主要な南北の通りの一つ。平安系の堀川工事にあたる。一部区間には堀川を挟んで、東堀川通りと西堀川通があるが、通常は西堀川通りを堀川通と呼ぶ。 北は、鴨川堤の鴨街道から、南は、東海道本線交差ブ北で一筋東を走っていた油の工事通りに合流する。幹線道路としては一続きながら、南は油の工事通りと別の名前をつける。堀川市名以北は4車線の幹線道路。堀川市名から堀川今出川までは、中央分離帯の幅も広いゆったりとした6車線の幹線道路。 堀川今出川から、堀川大池は後日の通り堀川が、明かり区間で、東西堀川通りが並び残っている。大池から暗居になった堀川の上も、道路となり、堀川五条でやや東に触れてサメガイ通りを合わせ、西本願寺北で、鍵の手に東に折れ、堀川七条で暗居のまま堀川は西にそれ、堀川通は、東海道本線北で一筋東の通りである。 油の工事通りに合流する。合流点以南の通りの名称は油の工事通りである。七条以南では交通量の少ない西、堀川通が堀川通と一区画離れて暗居となった堀川の上を通っている。堀川五条以南は国道一号でもある。昔は東堀川通、川の堀川、西堀川通りは同程度の幅であった。西堀川通りは 第二次世界大戦時に防火隊として沿道の家屋が強制疎開させられたため現在ある広い通りになった。京都電気鉄道が開通させた後の京都市電堀川線は1961年に廃止になるまで狭い東堀川通りを堀川中立ち売りから市場堀川まで走っていた。 河川としての堀川は、今出川通から青池通までの区間は地上に出ているが、大部分は暗居である。現在は流量が少ないが、かつては経由前の染色に利用されていた。2005年度平日24時間交通量、京都市内の通りの名称は、通となっていて、利を送らない。例外として、道路標識では、通りとして送る表記を採用しているが、印刷資料で送るものは、 極めて珍しい、京都市内の通り表記参照、ありがとうございます。